チレビシオンは、チリの無料テレビ放送チャンネル。チリ大学が所有するチリで3番目に古い、テレビネットワークです。この教育機関は、テレビチャンネルのかなりの割合を、ベネビジョンに売却し、名前を、チレビシオンに変更しました。その後、クラクソンインタラクティブグループに売却され、その後、チリの投資家で社長のセバスティアン・ピニエラに売却されました。 2010年8月28日にターナーブロードキャスティングシステムラテンアメリカが購入することに合意したことが発表されました。この試算にはチリ大学が所有するアナログテレビチャンネル周波数は含まれておらず、リースと同様に優勝使用スキームの下で使用されています。この契約は2018年に執行し、ステーションで使用されるアナログ周波数にのみ影響しました。 販売は2010年10月6日に完了しました。2021年9月30日の時点で、ネットワークはバイアコム CBS によって所有されています。ありがとうございます。